Stop it. Get some help. 今回はですね、皆さんお待ちかねのあの方がやっとねゲストで来てくださっているということで、いろいろと根掘り葉掘りね聞いていきたいと思うんですけれども、もう僕の目の前で普通にゲームやってますからね。今ランダムイベント始まる。ちょっとまず喋らないでもらっていいですか。では早速ですが、ゲストさんに登場していただきましょう。今回のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、タルタリア役の木村良平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、良平くんがついに来てくださいました。タルタリアといえばですね、魔人任務第1章から登場してまして、私演じる勝利と絡むシーンもたくさんありましたね。そうですね、覚えてますか。ようやくよ。ようやくですか。ようやくよ。だってもう51回でしょ。そうですよ、私初期キャラよ。いやそうだからね、結構ずっとオファーかけてたんですよ。あ、すいません、良平さんに来ていただきたいですっていう。いやでもね、やっぱね、やるようになってからのが来やすいからね。まあ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 ね、うん、良平くんもねご自身でプレイされてるってお話ね。そうですそうです、伺ってますし、ちょこちょこですけどやってます。そうなんです、タルタリア好きってご意見はすごい、僕の方にもねすごいたくさんいただくんですよ。いやそれ言ったら勝利すごいですよ。いやいや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。かっこよくて、ようやく俺さ、最近お金なくてさ。俺が払うよ。なんなの。やった、生で聞けたぞ。すげえ言わせる、打ち合わせの時からやたら言わせようとしてくる。聞いてみたかった。まあそんなタルタリア、はい、まあ、伝説任務のエピソードが大好きっていう方もかなり多いと思うんですよ。僕もあの伝説任務すごい印象に残ってて、はい、あれ見たらね、みんなやっぱタルタリア好きになっちゃうよ。あんなさ、あの好戦的なね、ファディの執行官ファツスという立場でありながら、はいはいはい、家族思いね。いやあの台本をいただいた時は確か現場で俺もね、これはずるくないって話をしたよ。だってあんなのさ、みんな、うん、おかっこいいってなるに決まっとるやんけ。そうなんですよ、ずる、それはあれはずるいぜ。でもね、うん、そういう男なんですよ。タルタリア、まあ、申し訳ない。そうな、そうな、はい、そういう男だよな、家族思いでね、うん、実際にタルタリア使われて遊ばれてるんですよね。タルタリア使ってますよ、必ず、ね、もう この基準、水キャラは一人いる前提でパーティーは組んでるし。え、貫突してんのタルタリア。タルタリアはしてる、タルタリアだけしてるかな。いいな、もういいな、タルタリア強いよね。ちなみにタルタリア以外に好きなキャラってどういうキャラクターなんですか。タルタリア以外に好きなキャラ、うん、いやでもね、基本あとね、今はね、どうせ可愛い子ちゃんなんだろ。完全にカンウですね。完全に、いやいや、弓だよ、弓でかぶっとるやんけ。もうね、銃撃が好きって。あ、分かる分かる、強いから、ね、全員弓とかやってたことあるぐらい弓好きで。確かに、まあ、タルタリア弓っていうか、もうほぼ近接モードだしね。そうなの、だから最初の頃配信するじゃん、うんうん、そうするとタルタリアを、弓が好きだから弓使いたいから、うん、タルタリアで一生弓やってたら、もうコメントでタルタリアは双剣のが強いです、双剣にしてください、双剣にしてくださいって言われて、うるさいやん。俺は弓が使いたいんだって。まあまあまあ、そういう遊び方もね、言うぐらい好きだったから、うん、あのほら、カンウだったら堂々と銃撃使えるじゃん。まあ撃てるよね。それがなんか、まあ、銃撃メインだからね、カウンはね。そう、うん、確かに。それが嬉しくて。タルタリアといえば、旅人に多額な資金を出したり、メインストーリーでの俺が払うよというセリフがとても印象的だと思います。そんな鼻につく言い方。そこで皆さんにお聞きしたいんですが、最近奮発したお買い物は何ですか。ようやく俺最近金ないんだよ。俺が払うよ。あのさ、一発ゲームみたいにするのやめてもらっていいですか。いや俺が払いを言えば多分ね、皆さんもう、もう満足度 100% なんでそんな好きなんそのセリフ。いやいや、みんな、なんか知らんけどみんなこのセリフ好きっていうのよ。なんか前に特番で、うん、タルタリアの有名なセリフといえばみたいな、あのクイズ合わせみたいなやったのよ、答え合わせクイズみたいなの、はいはい、俺以外のほとんどの人がこれ俺が払うよって言いやがって言いやがって、俺はあの幻想爆発の隙を見せるのはほんの一瞬だっていうセリフにしたんだけど、はい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 、それ俺だけでさ、みんな俺が払うよだったよ。一番聞いてるはずなのにね、そっちの方が ね本当だよね。まあでも俺が払うよも確かに印象的ですけど、旅人ネームリアルモラがないさんからいただきました。良平さん、モラがないそうです。俺が払うよ。任せといて。よかったね、リアルモラがないさん払ってくれるって。良平くんが何を、はい、さあここからはいつも通り原神をプレイしていきたいんですが、今回は現在開催中のイベント冒険者試練に良平くんと挑戦したいと思います。この人初めてだからな。この人、まあ、めっちゃ幻想スキル長押しすると足速く走れるから。え、何それ、欲しい。いつ復刻。むしろなんでだ、なんで持ってないんだ。えつーって、おお、来た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 。ちょっとお前、引かれた。なんだこの桃。引かれた。良平くん、コインがないよ。コイン、俺が払うよじゃあ。俺が払って勝てるなら払うよ。便利なセリフだなそれ。あと半分ぐらい。あ、これジャンプするやつだ。ジャンプ、あそういうことか、これか。そう頑張れ。あ、サボってんじゃないよ。いやサボってないよ。俺お金なくてさ、良平くん。俺が払うよ。ちょっと待って。
ただ本当にね、前野くんはねお金好きすぎる。いや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 、洋平くんのそのいやいやタルタリアのそのセリフがちょっと聞きたくてさ。前野くんお金好きすぎるもんね。金はお金みんな好きでしょ。だってまあね、ねえ、オーケークリア、イエーイ、まあ、え欲しい。いやなんでむしろ祈願あれだったの、聞かなかったのか。多分俺そんなやってない時だったんじゃないかな。 2.7 だったっけあの時ね、確か、うん、さあ君の好きなさゆちゃんです。さゆ、さゆめっちゃ入れてる。あれだだだだ、あ、すごい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 、氷の上走ってる。俺走れんぞ。ちょ待て待て待て、任せろ任せろ。なんでだなんでだ、これは稼ぐよ。あ俺稼ぐ、はい、うちの稼ぎ頭です。任せてください。早く早く早く、陽平くんのさゆ頑張って、さゆ頑張って、陽平のさゆちゃんどこにいんだ。さゆさゆさゆちょっと頑張って、これ待ってるのが見える。さゆさゆ行って、よしよしよし。さゆちょっと今の段差苦手だった、ごめんね。苦手だったごめんね、悪かったよ。陽平くんのさゆちゃんはどこにいるか。ここでーす。いた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 、お金大好きさゆです。頑張れ頑張れ、よろしくお願いします。頑張れ頑張れじゃねえんだよ。お金大好き前野くん集めない。いやいやいや、お金は大好きだけど、やばい消えちゃうよほら。でも陽平くん払ってくれるんでしょ。俺が払うよ。一生分言ってるわ俺も。多分来週も言わされると思う。誰に言わされるのか確定なんだけど、それオリエルはそんなことしない。来週も多分ね。これ何、敵に当てんの。そう、雷を当ててくれれば多分。えいで、もう一回ゲソスキロス。おお、は転移した。そう、ワープできんだよ。はかっこよ。え、なに、もくちょもくもくもく、やべ、新鮮な反応だ、面白い。すげえ。え、ちょっと遠く行きたい。ゲソ爆発もね、かなり手数多いから。いいね。で、こう、なに、こうして、おお、いいじゃん。で、ね、かっこいい。え、特性かっこいいんだけど、これいつ弾けんの俺。いや、いつでも弾けるよ。工場機関に弾けば。お、やばい、楽しい。さあ、はい、よろしく、よいナイス。おお、気持ちいい。結構かかっちゃってるこれ。え、黒星、黒星面白いよね。黒星欲しい。黒星強いよマジで。ね、あの黒星欲しいんですけど。いやいや、それはあなたはまあの工場祈願で多分それはすぐ出会います。あ、そうか、引けばいいのか。そうそう、そういうことです。あのシーンを陽平くんと一緒に見ていきたいと思います。ネタバレやめてください。いや、もうだいぶ前にネタバレされてるんで、もう解放します。俺まだそこやってないんで、ネタバレやめてくださいよ。とおっしゃってますけれども、でもあなたは撮ってるんで。あ、そっか、あの見てるはずです一回。知ってんの。はい、じゃあ見ていきましょう。うわあ、あ、もうダメだよ、あんないっぱい出てきたらさすがのタルでも。あ、やばい。1、もういいかい。あと10秒欲しいな、テウゼル。まだ隠れきっていないんだ。え、どうすんの。うん、仕方ないな、お兄ちゃん。分かった。かわいい。いや、おめえの弟だ。うわー、強っ。うわー、あー、やばー、弾丸解放だ。禁じられた力を使っている。2、1、目を開けるね。おお、どこに隠れたんだよマジで。いや、こんなの惚れるだろう。こんな風になったんだね。いや今更収録の時はこの映像見てないから。そうかそうか、もうでも何年も前にもうこれはあれですよ。いや、相当前、相当前、ね、撮ったのも前だけど。そうそうそう、そうかそうか、実装自体もね、実装されたのも前ですけど。いや、かっこいい。いや、こんなん見たらみんな惚れるって。ねえ、あれ使いたい。何、魔眼解放状態。それは俺も結構何度も言ってるんですけれど、あれ撮ったのも相当昔だよね。あれはでもタルタリアの体的にも結構な負担がかかってるんじゃないか説が あるんですよ。マガンってちょっとあんま良くない力と言われてる力ですからね。いけるよタルタリア。いけそうな気もしますね。いけたらあなた水元素と雷元素も使えるっていう最強なキャラになるんで、うん、しよう。ということで今回はこの辺りでお別れでございます。ここまでのお相手は原神で勝利の声担当しています前野智明と、そしてゲストのタルタリア役の木村良平でした。バイバーイ。